で、おはようございます。きちっとこれね、指針が合うようになりましたっていうのは、こんちゃん尺八こんちゃん、こんちゃん尺八、来ていただきまして、いろいろとアドバイスありまして、で、穴を大きくするようにっていうことで、11ミリか11ミリの切り買ってきて、ガサガサっとここね入れました。でもね、鉄ならこれでいいんですけれどもね、竹はね、11ミリくるようなもんでくって入れたらガーンと入ってしまってパチンとこれ割れたんですね。割れますからね、竹は竹用の11使ってください。ね、10.5 だったんやけど、10.5 とか9だったんですけどもね、10.5 でもダメ、11でなると、妙にね、高音まで切れく低音が出るのかと思ったら、高音まで、低音はもちろんね切れくスムーズに出るようになるんですけどもね、高音がねバーッと出るんですよ。ここの穴を大きくするだけで、それと、やはりこの王冠の歌口、木を歌口、超ウルトラスーパーマウスピースね、これの格好もきちっと決まりましたのでね、最初はね、こういった見えるかな、塩ビの分で、ここに当ててこういう側にまっすぐにして、こう見えるかな、これね、こういう側にこう塩ビの型で、ここにこう当てて、よくなる上の肩を取って、こういうふうに肩を取ったね、うん、でこうしてしよったけど、よく滑って仕方がないので、銀のこれ、銀のこれ前巻いた分があったんでね、それ外して当てはったんで、これここにねここにこうペチャッとこう、こういったらね、ピッと押さえれるんですね、両手で。で、片手離して、なぞるんですね。そしたら、このような格好で、こっちもこうね、この、ここのね、どうなんですかな、こっちか。こっちですね。こっちのね、このお尻の方の顎のあたりもね、ここから覗いて向こう、これね、歌口のくぼみとこのくぼみ、これが少し下がり、この顎あたりの方が少し下がり目ぐらいまで掘り下げると。言うと、低音も高音も同時に出てくると、さっき言った穴が11ミリというふうに改良してきましたら、とっても良くなるということで、竹の11ミリも、頼んで弾いてもらって、購入しました。で、こちらはステンレスとかこの切りの方ね、金属の方ね、入れるとブツッと入るんですね。グラッといったらグッと入ってまうよね。この拍子にパチッと割れるから、もう絶対に竹用使いましょう。とこの角度、これね、この角度、今日は、スーパーマウスピースのね、これここのマウスピースね、ここの形状をきっちりと全部こう、どうも見にくいな。これか。
どうもこれ。これで形状をきちっと揃えるようにしたらもう安定しましたし、良い音が出るようです。ゲージで測ってもらっても結構です。ちゃんと出てますから、こう今見ながら吹いてますけどもね、すこぶる針が安定してきました。おかげでこの口がきちっと確定しましたのと、こんちゃんアドバイスの穴を大きくするということで、大きくしたらね、これ細いから大きくしたらダメとも取ったんですよ。ところが大きくした方が高音も低音もよく出ますね。ありがたいことです。こんちゃんありがとうございました。よろしく。ここね、ここ後ろ側、これが前の吹き口よりね、こうまっすぐ垂直に持ってこうね、この後ろが重要です。前もこれ唇がこの上にスッと乗るぐらいの幅が必要です。で、横の唇がここに収まるという、王冠削りの希少歌口超ウルトラスーパー尺八のマウスピース、これね、でこれが銅、銅のブロンズの尺八です。よくなるようになりました。こんちゃんありがとう。